さんこんにちは、カレボリンク所沢の渡辺でございます。本日はこちらの GLE43 フォーマチックをご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。 GLE43 フォーマチックのご紹介になります。ヘッドライトはこちらメルセデスの LED が採用されております。かなり立体的な造形となっております。そして最後にはビターボの文字が入っております。またサイドステップもこの車はついております。そしてホイールはもうかなり大きいサイズとなっております。なんと21インチとなっております。ただまあこうやって全体見てみるとそんなにホイールの大きさは感じられないのかなと、それだけやはりボディが大きいことだと思います。でリア回ってきますと GLE43 の文字が入っております。反対側には AMG の文字が入っております。後ろのドアは電動で開けることができますので、ワンタッチでこのように開けることができます。閉めたいときにはこちらのボタンを押していただければ電動でまた閉めることができます。結構閉まるのは勢いが速いですね。で後ろからの、斜め後ろからの見た目ですが、やはりかなり存在感があってかっこいいお車だと思います。それではボンネットを見ていきたいと思います。エンジンルームはこんな感じです。この車には3リッターの V6 ツインターボのエンジンが搭載されております。それではインテリアを見ていきたいと思います。実際中入ってみますと、メーターはですね、正直、1世代2世代前のメーターにはなってしまいます。一昔前の A クラスなんかと似たようなデザインの、メーターとなっております。そして、真ん中のこのようなデザインも、やはり最近のメルセデスと比べるとちょっとやっぱり、昔の感じかなっていうのは正直あるんですけれども、ただやはり非常に完成されたデザインなのかなと思います。この辺りも一世代前なのかなっていうのが、正直な意見ではございます。このシートは非常にやっぱり座り心地が良くて、サポート性も適度にあるので、長距離走ってもかなり快適なのかなと思います。でこの車はですね、サンルーフついておりますので、このような感じで天井に2つ実はございまして、前の方は開けることも可能です。走行モードは5つから選べることができます。まずスノーモードになりまして、コンフォート、スポーツプラス、そしてインディビジュアルになります。こちらのインディビジュアルに関しては自分のお好みのように設定することが可能になります。でリアシートのご紹介になります。この車かなり車高がありますのでセンターの張り出しはほとんどございません。なので後ろ3人で座っていただいても結構快適なのかなと思います。そして真ん中にはエアコンの操作パネルがございまして、この車の後席にもシートヒーターがついております。こちらに西側の 12V もついてございます。後ろを座ってみるとかなり天井の開放感があるので、やっぱりこのサンルーフっていうのは後ろも座られる方にとってはかなり嬉しい装備なのかなと思います。はい、それでは次にライト周り見ていきたいと思います。こちらスモールの状態になります。そしてロービーム、ハイビーム、こちらともに LED となっております。でこちらがウインカーですね。でハザードになります。この車すべてフル LED となっております。続いて後ろを見ていきたいと思います。こちらスモールです。ブレーキ移動です。そしてリアフォグは1箇所が光るようになっております。そしてリバースはこちら LED が採用されております。はい、そしてこれがウインカーになります。リアもウインカーは LED が採用されております。はい、ではこのままマフラー音聞いていただきたいと思います。それでは実際に走っていきたいと思います。ブレーキを踏んでエンジンスタートです。はい、それでは本日はメルセデス AMG の GLE43 に乗っております。いや、やっぱり今ちょっと細い道なのでこの巨体は結構気を使いますね。やはりボンネットも結構長かったりするので、結構やっぱりこのボディの大きさというのは、感じます。はい、でこの車はやはり AMG モデルではあるんですけれども、まあ、それなりに車高もありますので結構ふわふわした動きが特徴となっております。やはりまず乗ってみてこの目線の高さっていうのは結構やはり普通の車とは違った一面かなと思います。でも基本的な遮音性能っていうのは結構高いですね。ただまあマフラーの音が後ろから入ってくるかなというような、そんな印象になります。ロードノイズでしたりとか、まあ外の風切り音なんかは結構比較的抑えられてるんじゃないかなと思います。はい、それではここで広い道出ましたのでスポーツモード入れてみたいと思います。ちょっとだけ足が硬くなったのかなという印象ですね。アクセルレスポンスもちょっと変わりましたね。よりダイレクトになった印象がございます。じゃあここでさらに上のスポーツプラス入れてみたいと思います。あ、ギアが下がりましたね。じゃあここでちょっと踏んでみたいと思います。あ、ギア変えるとすごい後ろでマフラーが爆発した音が鳴りますね。でアクセルを多くするとこのようにパンパンという音が鳴ります。結構盛大にパンパンになりますね。ちょっとこのボディだったのでやはり走りを楽しむというよりはやはり快適性能に振ってるっていうふうにちょっと思い込んでいたんですけれども、結構スポーティーですね。あ、スポーツプラスだと結構足も硬くなりましたね。もう路面の状態も結構入ってきます。コンフォートモードでは本当にかなり快適な SUV だなという印象だったんですけれども、スポーツプラス入れると一気にスポーティーな SUV という感じで、結構走り楽しいですね、この車。もちろんワインディングをガンガンに攻めるっていうのだとなかなか難しいのかもしれないんですけれども、こういったちょっと広い道でアクセルを踏むですとか、そういった時にはこの車結構いいんじゃないかなと思います。でやっぱり今細かいところを走ってみたんですけれども、やっぱり大きさは正直気になります。ただまあ目線が高いので意外と見切りとかはいいですね。車幅に慣れてしまえば意外と運転しやすい車なのかなと思います。じゃあまたちょっとコンフォートでこの広い道を走ってみたいと思います。やはりコンフォートですとかなり快適ですね。まあ、割とマフラー音はちょっと低音で入ってくる印象はあるんですけれども、やはり結構快適な SUV だなと思います。この車には、可変式のエアサスペンションが、採用されております。コンフォートモードですと、比較的ふわふわした乗り心地が印象的です。これをスポーツプラスに入れればかなりスポーティーな、結構硬く締まった足となります。ただまあスポーツプラスでも全然快適な乗り心地にはなっております。収まりが良くなるようになるっていう感じですかね。ではここで再びスポーツプラス入れてみたいと思います。でここでちょっと踏んでみたいと思います。すごいですね。やはりアクセルオフした時の爆発音がかなりスポーティーに聞かせてくれてますね。いや、これは本当ボディ形状とは思えないぐらいスポーティーな車に仕上がっております。はい、それでは本日はメルセデス AMG の GLE43 をご紹介してきました。皆様いかがだったでしょうか。この車1台でレジャーも使えますし、走りも楽しめますし、そして家族でのご利用も楽々していただけますので、かなりオールマイティーに使えるお車なんじゃないかなと思います。普段はコンフォートモードで快適に走っていただくこともできますし、ちょっと走りを楽しみたいなんて時にはもう車が表現しますので、かなりいろいろな使い方ができるオールマイティーな車だなと思います。はい、それでは本日はこちらのメルセデス AMG の GLE43 をご紹介いたしました。ぜひこの車気になった方いらっしゃいましたら、こちらの金ブリンク所沢までお問い合わせお待ちしております。それでは本日もご覧いただき誠にありがとうございました。また次のお車でお会いいたしましょう。金ブリンク所沢の渡辺でした。自動車求人センター、自動車業界特化型求人サイト。あなたは現状に満足していますか？現状より年収や待遇面を良くしたい。自分のアピールポイントがわからない。どんな企業が自分に合っているのかわからない。在職中でなかなか時間が取れない。未経験だがチャレンジしてみたい。今までの経験を生かしキャリアアップしたい。ぜひ自動車求人センターをお試しください。理想の職務探しお手伝いします。自動車求人センター、自動車求人センターで検索。